こう滑ってってターンしてプレーを上げるっていう感じじゃないですかね。最初は日本の長野の北にある竜王スキーパークで撮影された竜王シルブプレシーズン6。シーズンね、初日の引き落としなんで、最初はね、皆さん結構気合い入って滑りに来ている方が多いんじゃないかななんて思います。最初はね、引き落とし C コースの方が楽らしいんですけど、まあこのね、フラットの長い斜面を行くと急斜面が待ってるわけですけど、ここのね景色がまたいいんですよ。だいたいねここもうちょっと行くと細くなってこう詰まるんですよね。まあ皆さん無理せずにゆっくり行っていただけると嬉しいですね。まあ竜王のいいところはちょっとねマナーがいいですね皆さん。まあ寝かせてただけあって滑るのが滑りやすい感じですね。まあ、もう結構ね、頑張ってるんで、行ける感じでございます。あ、ごめんなさい。軽くて、そうですね、楽しい感じでいいですね、これ。C はね、このトラバースが結構難しいんで、上の方行って、スピード出したいところで下に落としてターンするっていうのが楽しいやり方じゃないですかね。こっからラインを見て雪が残ってるところにこう滑ってってターンしてプレーを上げるっていう感じじゃないですかね。最初はでここを行くと斜面がまっすぐのところがねあるんで、どこでスプレーを上げるか見て入ってあげる感じですかね。できるだけ上のラインで行くと楽になります。もうちょっとクラフトしてる。そうですね、ラインを見ながらどこ滑るか決める。多分こっちに風が吹いてたのか太陽が当たってたのかでクラフトしてる感じがあるんで、そういう時はね気をつけていきましょう。また上の方で行きたいんですけど、結構もう荒れ始めてますね。どこ滑ろうかなっていう感じなんですけど、結構まっすぐ落としていく感じでもいいのかなっていう感じですけどね。今日は悩みますよね、どのラインで行くか。ここは深くてちょっと飛んでいきたいタイプなんで、まあ、飛びながらターンしてスピードを落とすっていう感じで行くのが結構好きですね。はい、でここは沢っぽくなってるんで端っこの方を当てながら行きたいですね。右の壁を見つつパウダーが残ってそうなところにリードをつけて当て込むと、まあ、そういう感じがねここは一番面白いんじゃないかなと思います。そうですね、あそこのラインですね、あそこのラインにリードを出して登ってスワッと、まあ、そういう感じが楽しいですね。でここは緩斜面なんでちょっとあれですけど、ここもね上の方にラインをちょっと移動させて
雪が残ってそうなところにスピードをつけていくっていう感じですかね。電池が切れました。ヘルメットの電源が切れなきゃいいんですけど。じゃあちょっとボコボコしてる感じはスピードつけて楽しもうかなっていう感じで行きます。電池切れた早すぎ電池切れるの早すぎ笑った。気落とし一本取れへんやんか。いやでも楽しいですね。やっぱりこの気落とし流し、ね、気持ちいいですね。まあ気落としスレッド後はね、この圧雪されたバーンを気持ちよく滑るっていうのがまあやっぱり最高ですよね。気持ちよかった。やっぱね、最高ですよ。冬も夏も絶景の雲海を見ることができるソラテラス。竜王名物最大斜面36度の気落としコース。誰でも遊べるイージーアイテムが多いスノーパーク。そして愉快な笑い。こちら新規オープンにゃオープンにゃ。最高の一日は竜王スキーパークで。じゃ許してきます。追うぞ。はいや。めっちゃ雨。チーン。皆さん早すぎて5秒でこけました。いいの撮れたよ。5秒でこけた動画が撮れたよ。気持ちいいなと思ってさ、あ、パッて後ろ見たら誰もいなかった。しかも全然全然急でもなんでもねえとこで焦げた。いや
わざとでしょ。いい絵撮れたわ。谷口さんの速さがよくわかる動画が撮れたわ。めちゃめちゃ気持ちよかった。